公開に行くことです。クリーンコンチューナッツです。深夜の語り合いです。チューチューこんにちは、マコです。寝る前にみんなとお話しすることです。研究生のココミです。タコパです。研究生のジェニーです。はい、はい、ジェニーちゃんが言ってくれたんですけど、今回の企画はみんなで女子会、あ、違う、今日は女子会ということでタコパをしていきたいと思います。前回まではココミちゃんもねいなかったんですけど、ココミちゃんと合流したということで、はい、6人でタコパをしましょう。やったー。ちなみに準備私がやりました。ありがとうございます。はい、ということでやっていくんですけど、あれ、焼いてる時間とかね、まあ、暇じゃないですか。なのでスタッフさんが何かを用意してくれたみたいな。あれ、まあ、定番のあれですよね。メルプチュボックスです。今つけました。この中にはトークのお題があったりとか、やっぱりちょっとなんか攻めたお題もなんか入ってるみたいなので、メルプチュボックスはゲームで負けた人がね、はいはいはい、引こうかな。お、そうですね。はい、お腹すいたと思うんでね、みんなおやついきたいと思います。はい、はい、せーの、レッツゴー。プチッコへの愛はわかる、メルプチュの愛はわかる。ポノピョン、ありがとう。いつも皆さん大好き。リータ、いつもありがとう。マホチュロ愛してる。ココミツ大好き。ジェニーズ好きだよ。イエーイ。もう定番化してきたね、これ。はい、ということで始めていきましょう。はい、はい、まず油引きますね。体に脂肪がつきにくいやつにしました。おー、ありがたい。じゃあ私チーズ入れます。キャベツやります。タコ入れる。私紅生姜やります。はい、わー素敵。ホットケーキ違うね。わー、いい感じです。え、これやる、転がす前にこの人やらずに食べようとしてます。ほら、やめてよ。ギャラさんも待ってていいよ。はい、じゃあみんなやりながら高速しりとり。高速しりとり苦手なんだ。高速しりとり、イエーイ。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンダ、アウト。アウト。およ。もう高速だからね。はい、ジェイちゃん5分間敬語禁止。おー、まあ、いけそうだね。なんか、うん、おみそかにいつもタコパやってますか。そうなんだ。うちパパがなんかたこ焼き屋さんしてたの。週1ぐらいでやってるの。まあ、今も、うん、すごい。第2回ちょっと高速しりとり、まあ、ココミちゃん言ってないからね。ジェニちゃんから。うさぎ、黄色、ロバ、パー、はい、バケツ、バケツ、バケツ。アウトかな。バケツ。はい、リリカちゃん。よし、席替え。おー、やばー、いいやつだ。私の隣やだみたいじゃん、それ。よし、席替えです。あっち側行こうかな。じゃあ、ココミちゃんとチェンジで。チェンジで。はい、はい、よーかさん、すいません、よろしくね。お邪魔します。はい、高速しりとり。たこ焼き、黄色、ロバ、バーリ、ストーリーで。はい、ありがとうございます。あの美少女から思い出が出てきて、見てください、見てください、形できてきた。おう、うん、いいね。あ、見て、めっちゃ綺麗に、はい、投稿できました。できました。コメント変顔最高です。最高です。みんなチェックしてください。見てください、こっちうまくできてきました。なんか形がなってきた。 めっちゃいい匂い。いいね。すいません、こっちはちょっと見て、でもこれ綺麗じゃないですか。うん、なんか色がちょっと違うけど、なんかカステラみたいになっちゃう。焦げすぎちゃって、ね、はい、ということでこっち側は完成したので、ね、こちらから食べていきたいと思います。はい、はい、これさ、普通にマヨネーズかけると思うんだけど、まずマヨネーズと牛乳をやばい、幸せ。こんなに苦い。うん、大人なんか。やばい、
しいっていうので食べてみます、ね。できました。はい、ということで、はい、記事がゲームを進めていこうかなと思います。はい、じゃあほうれん草ゲーム。ほうれん草、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 ほうれん草。え、ゲームで終わった。私になった。はい、次、ナホちゃん。早いですね。かわいいですね。暴露カード。わー、みんなに今まで言ったことないことを暴露してください。暴露難しい。じゃあいいですか、ちょっと本当に。わかりました。ありがとう。暴露っていうか、黒歴史っていうか、幼稚園とか、うん、1、2年生の時まで自分のことをココちゃんねって言って。かわいい。でも私、小2とか小3とかまで自分のことなっちゃんって呼んでた。え、ごめんだけど、私今もりっちゃんって言ってるんですけど、この流れだと気持ちが変わっていいですか。巻いてた、巻いてた。あ、でも思い出したけど、幼稚園の時は、ほうが言えなくて、プラス関西弁で、まこちゃんなって。かわいい。まこちゃんな。じゃあ、次のお題、マジカルバナナ。わ、懐かしい。さっき引っかかったのが、まこちゃんね。はい。じゃあ、まこちゃんから。マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらレモン。レモンと言ったら酸っぱい。酸っぱいと言ったら梅。赤と言ったら赤い。赤いと言ったらイチゴ。イチゴと言ったらかわいい。かわいいと言ったら。色があれ、ロシアンルーレットスタート。今のみんなが作ってくれるたこ焼きにロシアンルーレットしていきます。やーだー。みんなお目目つぶってください。はい、ここいいから。ちょっと誰かと一緒にお風呂入る人。はい、一緒に入ろう。みんなで入ろう。私結構メルフジメンバーとお風呂入ってる。めっちゃ触ってくるんだもん。しかもめっちゃジロジロ見てくれる。やめてよ、それはカットで。カットでお願いします。カットしないでください。お願いします。ジロジロ見てくれる。やめていただいて。ここ面白いです。やめてください。何入れたんですか。彩り豊かになった。彩り豊かなんか増えた。え、うまくないの。え、いいよいいよ。今回ビジュイじゃん。ね、めっちゃ綺麗じゃない。ビジュイ。めっちゃツルテカ。ツルテカ。じゃあみんな待ってる間にちょっと待ち時間あるんで。はい、見ますね。じゃあ皆さん指すまで。じゃあジェニちゃんから。セサン。六。指すま五。指すま三。指すま七。伊勢のせ九。指すま。あ、もう言わない。6。 ゆびすさん。 やー！
左隣の人ちゃん大好き結婚してとつぶやく。はい、いけいけいけ、投稿します、ツイート。こっちどうですか。早く次のさ、指すのやろうよ。指すのハマってんじゃん。やばいだって、つぶり。じゃあ皆さん、もう一回目つぶっていただいていいですか。シャッフルします。え、でも聞いて、わさびとかからしとかさ、出ちゃったらもう最悪だよ。ねえ、やば。せーの。え、それいく。せーの、いただきます。残り5個なので、はい、もう一回指すまをやって、はい、位置抜けした人は食べなくて大丈夫。おお、はい、私が、私が位置抜けした。私が指をさせてあげたら。私だけども、じゃあ私最初に出すんで、皆さん出さないでください。わかりました。お願いします。はい、じゃあ私からでいいですか。はい、はい、伊勢のせに。おおい。チョコレート、2つ目みなっちゃんが引いた梅肉、3つ目みなっちゃんが引いたわさび、4つ目みなっちゃんが引いたたまし、まおこちゃんが引いたマシュマロ、あと1個ありました。誰か音痴がいますね。これえ、気づかなかった誰も。え、かかってなかった。はい、じゃあたこ焼きは終了ということで、はい、じゃあ一旦ごちそうさましましょうか。はい、はい、せーの、ごちそうさまでした。はい、ということでお泊まり会まだまだ続けよう。続くよー。ロシアはもうしないよ。もうしないよ。しないよ。